なんだか今日は、俺、全員集まったようだな。おおよそのことは聞いていると思うが、全国大会に出場するテニス部が主導となって合同学園祭を開催することになった。面白そう。くだらねえ。部長。さっきから気になってんすけど、テニス部員じゃないのが一人いるっすよ。ああ、紹介が遅れたな。彼女は学園祭の運営委員で、彼女は我々テニス部の担当だから、学園祭の準備でいろいろと助けてもらうことになるの。では、学園祭の詳細について大石と運営委員に説明してもらう。今回の合同学園祭は、地域振興を目的として、アトベ、サカキ、両グループによる出資で開催される。アトベとサカキって、評定の？ああ、そうだ。それって、なんか怪しくないですか？そうそう。あのアトベってやつ、なんか企んでそうじゃないですか？いや、別に下心があるわけじゃないみたいだ。その点は心配しなくていい。ただ、ただ？学園祭に参加する各テニス部員に、模擬店の出店が義務付けられていてね。くだらねえ。全国も違いってのに、んなことやってられっか。まあ、そういうな。アトラクションって何？へえ、面白そうじゃん。それって、勝負ってことっすか？ほほう、
勝負と聞いちゃ黙ってらんねえな。黙ってらんねえよ。ふんふん。担当大会の借りを返そうってつもりなのかな。面白い。そういうことなら帰り討ちにしてやるぜ。穏便に行こうよ、穏便に。模擬店は各学校のテニス部単位で3店舗まで出店できる。成績優秀な、つまり売り上げの多かったテニス部には補助金も出る。部の名誉がかかってるのか。これはちょっと頑張らないといけないかな。補助金が出るのはありがたいな。部の予算が増えれば、新しい訓練メニューが組める。自由に？他の学校と組んでもいいってことは、声楽テニス部のメンバーと勝負するってこともあるわけか。へえ、面白そうじゃん。おいおい、そんなに大げさに考えなくていいよ、桃城。あくまでも、各テニス部の親睦を深めることが目的なんだから。そうは言っても、勝負は勝負。やるからには負けねえっすよ。しょうがないな。それと、アトラクションの優勝チームには賞品が出る。なんと、ウィンブルドンのチケットと、航空宿泊券だってさ。ひゅー、そいつは豪勢じゃん。こいつは負けらんねえな。負けらんねえよ。校内ランキング戦以来の真剣勝負か。だから、そんなに熱くなるなよ。ほいたかさん、ラケット。え？うおー！バーニング！俺は負けねえぜ！かかってこい、ベイビー！ああ。驚かせちゃったかな。タカさんは、ラケットを握ると、ちょっと性格が変わるんだ。質問！テニス部以外の人はどうするの？他の生徒は普通の学園祭と同じだよ。模擬店や展示をやる。今回の学園祭の主役は、あくまで我々テニス部だ。部の名誉を傷つけることだけはするな。ところでいいのに、さっきから何書いてんの？これが今回の学園祭のスケジュールだ。8月22日、つまり明後日から9月1日までが準備期間、2日が慰労会。学園祭は9月の3日と4日に開催される。日曜日はともかくとして、31日が空いているけど？夏休みの宿題が残っている者もいるだろう。その配慮だ。なるほど。スケジュールの細かいことやその他は、今から配るプリントに書いてある。各自よく読んでおくように。では、解散。ミーティングを始める前に、連絡事項がある。大阪の支店法事から、特別ゲストが参加することになった。支店法事って、あの支店法事っすか？支店法事から来ました。遠山金太郎言います。やらしゅう、やらしゅう。あ。わ、小芝居！勝負しようや、勝負！うるさいのが来た。特別ゲストってどういうことっすか？すごく納得できるような、理不尽なような。微妙な説明だね。では、我が声楽テニス部の出展する模擬店を決める。大石、司会を頼む。わかった。まず、この模擬店は、我が声楽テニス部の名誉がかかっている勝負であることを忘れないでほしい。わかってるっすよ。
最も売り上げの上がる模擬店は何か、そこが問題だな。何かアイデアがあるものはいないか。はい、はーい、たこ焼きや、絶対たこ焼き。定番だな。いいかもしれないな。もちろん作り方は知ってるよな、富山くん。知らん。え？わい、食うのが専門や。たこ焼きやろうや、たこ焼き。君、もしかして自分が食べたいだけなんじゃ。わい、たこ焼きやったら100人前でも食べるで。ダメだって。こりゃ、たこ焼きはボツだな。ああ、こいつが売り物を自分で食べちゃいそうだよ。いやいや、たこ焼きやるんや、たこ焼き。ほんまか？まあええわ。寿司屋なんてどうかな？タカさんに握ってもらってさ。お、それいいっすね。あー、難しいと思うよ。寿司のネタの保存とかもあるし、第一、俺だけが寿司を握るわけにいかないだろう。寿司の握りはかなりの修行が必要なんだし。あー、そうか。ありがちだけど、喫茶店なんてどうすか？客の回転率、商品の単価。悪くない選択だ。面白そうだね。現職だったら僕も作れるし。ドリンク類は俺がいろいろと開発する。ちょっと待って。イルイ、本気じゃないだろうな。なぜだ？合理的な判断だと思うが。まずいぞ。イルイ先輩すっかりやる気だぜ。そうだな。なら、俺たちで何か別のアイデアを出せないと。キングスクイってのはどうだ？ほう。お前にしてはいいアイデアな。それ褒めてるつもりか？まあいいや。はーい。俺とカイドウでキングスクイをやります。あ、それいいね。俺もそっちに参加するよ。はいはいはい。俺はただしやりたい。それもいいな。俺も一緒にやらせてもらうよ。俺もそうしよう。手塚はそっちに行っちゃうのか。そうなると喫茶店が二人じゃちょっと辛いな。一人残ってるじゃないですか。え？俺？でも俺、料理とかできないっすよ。構わない。ウェイターとか他にも色々と仕事はある。いろいろと、な。それぞれの模擬店、ちょうど3人ずつ。これでいいんじゃない？決まりだな。では、乾、富士、越前が喫茶店。桃城、海道、高さんで金魚すくい。俺と英二、手塚が綿菓子屋。なんか、納得いかないっす。喫茶店がいいって言い出したのは、お前だからな、エイツ。覚悟決めな。それじゃあ、運営委員会の方に、以上の報告、お願いします。では、これでミーティングを終わる。解散！あり。わいは？忘れてた。っていうか、遠山くん、君さっきまでいなかっただろ？おしっこ言ってたんや。おもろなさそうな話してるし。しょうがないな。それじゃあ、喫茶店と金魚すくい、綿菓子の中から、好きなの選んで。たこ焼きはないの？だから、それはボツだって。しゃーないな。小姉妹は何したん？だから、越前なんだけど。ほな、ワイを喫茶店にするわ。食い物量産ありそうやし。
それじゃ、これで本当に決定だな。解散。ああ、お前か。なんだ。ああ。どうした？焦る必要はない。落ち着いて思い出せ。思い出したか？それはいいが、慌てるな。急がなくても、ここで待ってる。急がなくてもいいと言っただろう。少し深呼吸しろ。それで？その二つの違いは？では、B タイプを頼む。ああ、待て。慌てる必要はない。ゆっくりで。俺たちのブースって、ここ？ああ、綿菓子屋作るには、ちょっと広すぎないかにゃ。まあ、大は小を兼ねるって言うし、広い分には困らないだろう。で、委員会から用意してもらえる備品は何がある？綿菓子の機械以外に、綿菓子屋に必要なものって言うと、まず材料だろう。砂糖でいいのかな？ザラメというと、茶色くて、粒の大きいやつか。出来上がった綿菓子を包装するビニール袋も必要だな。あと、割り箸だね。あとは、雨が降った時のためにテントを備え付けないといけないな。うん。必要なものは以上だな。では、委員会の方に報告を頼む。では、アトラクションの演目と参加者を決めるぞ。ちょい待ち。確か、アトラクションは他の学校のテニス部員と組んでもいいんだよね。ああ、そうだよ。よその学校のメンバーと合同でミーティングしなくていいの？その心配はない。このパソコンで他のテニス部のミーティングと連絡を取っている。希望する演目、メンバーは随時こちらにも伝えられる。へえ。いろいろと設備も整ってるね。アトラクションか。一発派手なの行きたいぜ、トーンとな。今、どんなアトラクションの演目が出てるんですか？今のところ、まだ特に情報は。あ、一つ入ったな。ロックバンドだそうだ。提案者は不動峰の神音だな。ロックバンドね。いいんじゃねえの、それ。リズム野郎らしいぜ。稲井先輩、俺それにエントリーしといてください。わかった。桃城、ロックバンドに参加、と。ロックか。僕はもう少し軽く行きたいね。普通の歌で。ならばちょうどいい演目が提案された。六角の佐伯の提案で、ボーカルユニットというのが出たところだ。へえ、佐伯も同じことを考えてたんだね。じゃあ、僕はそれに参加するよ。了解した。おお、また新しい演目があるな。セールドルフの水木の提案で演劇だそうだ。演目は未定になっている。水木か。彼の提案だと、なんだか不安があるな。さらに新しいエントリーだ。協定の岡日がストリートダンスを提案した。
おぉ、それは俺に対する挑戦と見た。受けて立ってやるぞ。わかった。菊丸、ダンス兄さんか。見てろよ、昔。はいはーい、ワイもダンスやりたい。へぇ、遠山、ダンスやったことあんの？ないで。そやけど、体を動かすんはめっちゃ好きやねん。では、遠山もダンスだな。小姉妹もダンスやろうや。疲れるから嫌だ。さらに追加だ。不動峰の立花が和太鼓を提案した。和太鼓？いいな、それ。おう、参加するよ。俺もそれがいい。河村海道、和太鼓に参加。最後に評定の後部が提案したな。後部が？演目は何だ？演劇だ。ハムレットを提案している。ハムレットか。俺はこれに参加する。面白そうだな。俺もやってみようかな。うん。ハムレットとは興味深い。俺も参加しよう。なんか、惹かれるものがないっすね。そうっすね。ああ、時間が空いたからな。これだ。そうだな。わからない単語や言い回しは辞書を引けばわかる。小説を読むのは難しくない。お前も挑戦してみるか。ではこの本を貸そう。もう俺は読み終わった。知っているのか？そうだ。それはそのシリーズ一作目だ。それは好都合だ。何事も意欲が大切だ。頑張れ。ま、主役のハムレットは俺様で決まりだな。強引だな。だが俺はそれで構わん。いいけど、女性がいないとハムレットは難しいんじゃないか？確かオフィリアとかいたよな。オフィリアについては俺がいい手を考えている。心配いらねえ。手塚君、君はホレイショーに向いていると思うのだが。ふん。いい線つくじゃねえか。どうだ、手塚、あん？ホレイショー。確か、ハムレットの友人だったな。いいだろう。やってみよう。俺は、ハムレットはよく知らないんすけど。あん？だったらなんで参加したんだ？あ、いや、水木さんの方だと少し抵抗があって。ハムレットくらい呼んどけ。お前は、レイアティズ役だ。レイア？最後に俺と決闘する役だ。面白いだろ？へえ、やりがいがありそうっすね。ちなみに、ハムレット全幕は時間的に無理だろう。ハイライトをつなげる形になるのかな？そういうことだ。あと必要な配役は、これくらいだろう。見せてやれ、カバジ。うっす。カバジ君はクローディアスか。妥当ですね。残る配役はガートルード・ポローニアス、父の亡霊。ガートルードは王妃、つまり女性だろう。この中に女性はいないぞ。王妃にやらせりゃいい。え？俺？あの繊細な心理を表現できるのは、俺の見たところお前だけだ、大石。そうか？
俺の目を信じな。そして、亡霊は、乾、お前だ。うん、よかろう。人間以外の役とは面白そうだ。では、残るポローニアスは私ですね。これでオフィーリア以外は全員決まりましたが、オフィーリアの後は本当にあるんだろうな。まあ、俺様に任せときな。どうした？藤井、委員会から連絡でもあったのか？構わない。今のところ足りているが、いつ足りなくなるかわからない。その前には連絡しよう。どうした？藤井、委員会から連絡でもあったのか？構わない。おう？ああ、初心者のうちはそういった本の方がいいだろう。そうか。そうだ。そうだな。どうだった？最初は誰でもそうだ。そうだろうな。たった一日で上達するとは思えないが。いや、自信を持つのは悪いことではない。ただし、過信は禁物だ。もうこれで十分と思った時点から、過信は始まる。気をつけることだ。母上、何かご用で？ハムレット、父上は大変ご立腹です。それは、母上のためでは。どうしてそのような物言いを？どうしてそのようなおっしゃりを？お前はこの私をお忘れか？とんでもない。忘れるものですか？お妃にして、夫の弟の妻。しかも、あるまじきことに、我が母上。よし、そこまで。うん、なかなかの熱演だな。アトベ君はなかなかどうに言っている。ふん、当然だ。大石も大したものだな。そうかな。まだ役がつかみきれないんだけど。レイアティーズはわかりやすい役ですね。甘く見るな。レイアティーズの葛藤をきちんと理解してから言え。どうした？藤井、委員会から連絡でもあったのか？構わない。いや、一緒ではないよ。わかった。藤井。俺と大石が
いつも一緒にいるように思うのか？そうか。言われてみればそうだな。あ、そうだ。どうした？藤井、委員会から連絡でもあったのか？構わない。ああ、好きだ。いいだろう。今度何か持ってこよう。ああ、それと、お前、携帯は持っているな。これからもいろいろと連絡事項があるだろう。電話番号を教えてくれないか。これで登録は完了だ。何かあれば連絡する。ああ、そうだ。いいだろう。いつも忙しそうだが、体調管理はちゃんとやっているか？そうか。それならいい。どうした？俺の顔に何かついているか？そうか。ありがとう。意外と早いものだな。あ、またな。気をつけて帰るように。お前か。何か困ったことでもあったのか。まあいい。行ってみよう。ああ、7月中に終わらせた。そう聞いてくるということは、お前はまだなんだな。そうだな。そうだな。仕事か？見せてみろ。そうだな。あと2キロ追加しておいてくれ。練習用にかなり消費している。ああ、待て。走る必要はない。この暑さの中で無理な運動をすると熱中症になるぞ。そういう問題ではない。いいな。少し休んで水分を取っておけ。ああ、どうした？ちゃんと休憩をとっているのか？ダメだ。テニス部の練習でも、夏場は一定の休みと水分補給を欠かさない。どうした？顔色が悪いぞ。いいか？
体温が高く、汗が出ていない。これは、熱中症か。しかしろ。気がついたか？医務室だ。熱中症で倒れたお前を俺が運んだ。だからあれほど注意したんだ。これを飲め。頑張るのはいいが、体を壊しては何もなるまい。お前の働きは評価している。だから、今以上に無理をすることはない。気分はどうだ？そうか、それはよかった。が、そろそろ帰ろう。駅まで送るぞ、いいな。なんだ、急に元気になったな。本当にもう大丈夫なんだな。礼はもういい。それより、もう無茶をするな。ああ、ではまた明日。お前か。何か困ったことでもあったのか。まあいい。行ってみろ。ん？何がだ？ああ、もうそのことは気にするな。あれから少しは気をつけているようだな。安心したぞ。人が過ちを犯すのは仕方がない。だが、それを繰り返さないことが重要だ。お前はよくやってくれている。感謝しているぞ。いや、そんなことがない。少なくとも俺にとっては。いや、なんでもない。作業に戻ろう。ありがとう。それじゃあ、綿菓子作りの練習を始めようか。はいはーい、俺一番。これだね、ポチッとな。こう？まだかな、まだかな。うわ、出てきた、出てきた。よーし、行くぞ。できた。形がいびつだな。初めてだからしょうがないだろ。おいしい。味はオッケーだよ。まあ、元は砂糖だからな。味は誰が作っても変わらんだろう。問題はやはり、形だな。まあ、そんなに言うなら手塚が作ってみなよ。結構難しいので。いいだろう。やってみよう。こんなものか。ほーら、やっぱり形は変じゃないか。なるほど。次は俺がやってみよう。
どうかな？すっげえ、おいし、器用。ほう、うまいのだな。なんとなくコツはつかんだよ。みんなにも伝授しよう。お前か。何か困ったことでもあったのか。まあいい。行ってみろ。何を言い出すかと思えば、そんなことか。まあ強いて言えば、藤井、お前のことは少し気にかかる。お前の行動はいつも危なっかしい。見ているこちらがハラハラする。そういう意味で気にかかる存在ではあるの。他に何か聞くことがあるか。ああ、お前か。ちょうどいいところに来た。これから町へ買い出しに行くが、ついてきてくれるか。では行こう。綿菓子を入れるビニール袋と割り箸だ。ああ。それなんだが、どういうものがいいか、お前の意見を参考にしたい。ああ、菊丸に言われてな。女子に受ける絵柄を選べと。そうだ。何をしている？行くぞ。これで買い物はすべて終わったな。時間もある。少し休んでいこう。お前の選んだキャラクターだが。いや、そうではない。それは、何という名前のキャラクターなんだ？そうか。覚えておこう。相手に渡すときに名前を知っていないと困るだろう。それにしても、妙なキャラクターが多いな。そうか。そういうことには疎いんだな。お前がいてくれて助かった。ありがとう。いや、お前が選んだんだ。間違いはないだろう。さて。では、そろそろ踊るか。お前か。何か困ったことでもあったのか。まあいい。行ってみろ。先日、一冊読み終えたばかりで、今は特にないな。わかった。今度持ってこよう。藤井。最近はよくお前の顔を見るな。そんなことはないが、何か用か。いないな。うん。大石がやってくれるからな。今のところ必要ないだろう。
ん？ああ、大石とは1年からの付き合いだからな。またな、藤井。藤井、まだ帰っていなかったのか。そうか。ならば駅まで送っていこう。では帰ろう。聞きたいことがあるんだが、お前は友達には名字で呼ばれる方か。そうか。俺の名前は言いにくい方だと思うか。そうか。意外と早いものだな。あ、またな。気をつけて帰るように。こんばんは。実は聞きたいことがあって電話したんだ。明日お前は何か予定があるか？そうか。ならば、明日俺に付き合ってくれ。聞こえなかったのか？そうか。ならいい。それで、都合はいいのか？そうか。映画だ。試写会の件がある。ああ。明日午前10時、駅前で待ってる。ああ。じゃあ、おやすみ。時間通りのはずだな。そうか。では、俺がもう少し早く来るべきだったな。そんなに気を使わなくていい。待つことに問題はない。さあ、行くか。また思い出し笑いか。映画の間も何度かしていたな。そうか。俺は、そんなに老けて見えるのか。そうか。しかしそれは喜ぶべきことなのか。そうか。これから少し寄るところがあるんだが、ついてくるか。そうか。ただ、一つだけ約束してくれ。これから行く場所のことは、テニス部のみんなには話さないでほしい。では、行こうか。ああ、すぐに着く。あそこだ。時間はかからないと思う。待合室で待っててくれ。どうした？手間をかけてすまなかったな。
ああ、もう全く問題はないそうだ。それは、すまなかった。そうだな。言われてみれば不思議だ。なぜかお前には教えておきたかった。お前といると、いや、やめておこう。なんでもない。さあ、帰るぞ。今日は付き合わせてしまってすまなかった。そうか、ならよかった。そろそろ電車の時間だ。ではここで別れよう。また明日。